はい、というわけで始まりました、ファミツー TV ジャンボ神谷博士です。ファミツー TV ジャンボ神谷智子です。はい、この番組の説明お願いします。この番組はゲストに来ていただいた方のお気に入りのソフトをみんなで楽しくプレイしておってものでございます。はい、そしてゲームを全くやらない金田智子さんにゲームの楽しさを知ってもらうという裏テーマもありますよ。そして今回もゲストに来てくださいました、菅沼久さんです。はい、相変わらずファミツー大好き菅沼久です。よろしくお願いします。タイトル画面見てますか皆さん、みんなでスペランカー、はい、そうですということでございましてですね、なぜスペランカーなんだと。なんでですか ね思い入れといえば、まあ、あの当時小学生の頃、はい、やりましたけどね、まあ、相当やりましたよ我々、はい、アイレムのね、あのこの発光ダイオードがついているね、こう電源を入れると光るコントローラーのカセットだったんですけれども、ね、はい、まあ、ファミコン2でファミコン2とか違う違う、なんかこういうやつね、昔のやつでしょ。昔の、まあそうなんですよ、うん、まあ、スリランカでしょ。スペランカだね。スペランカでしょ。スペランカですからね。今我々残機がですね、うん、8なんですけれども、うん、これ共通なんですって。あ、これちょっと本当にさ、うん、ジャンプしてさ、ローマに伝わりたいのにさ、すぐダメなんだけど。